それでは、引き続いて、秦始皇帝3回目読んでいきたいと思います。ちょっと薄暗くなってきました。大始皇帝位を継ぐ二世皇帝となす。9月始皇を離山に葬る。始皇はじめ位に継ぐや離山を宇賀朝治む。天下を合わすに及びて天下の殿を尊敬する者74万人なりき。三川をうがち道を下にして核をいたす。嗅覚百感危機沈海像を移してこれに満たす。章をして木土師を木土師を作らしめうがち近づくところの者あればすなわちこれをいる。水銀のもって百戦皇后が大会を作り木もて愛寛輸す。神は天文を備え霜は地理を備う。人魚の油をもって食となす。消えざることをこれを久しゅうするを図ればなり。二世曰く先帝の高級にしてこうあるにあらざる者はこれを言い出すはよろしからずと。みなしに従わしむ。死する者はなはだをし。そうすでに下すやある人言う。交渉は木を作り象皆これを知る。象は重しもし漏れなば大事終わらんと。すでに象して抽選を閉ずるや。凱旋門を下しことごとく交渉の象せる者を閉ず。また譲る者なし。草木を植え持って山にかたどる。大始皇帝が帝位を継いで二世皇帝となった。9月に始皇を離山に葬った。さて始皇が初めて皇帝の位に着いた時すでに離山に深い穴を掘って墓を作った。天下を併合するに及んで天下の図形者ここに送られたもの70万人余りにも上りこれらを刺激して地下の水脈に達すること3回まで掘り下げ銅板を下に敷いて棺を安置する核とした。今埋葬するにあたってこの塚の中に宮殿門館を作り百貫の席を設け珍奇な器物を漁夫から移してここに充満した。御夫でしたっけ。交渉に命じて機械仕掛けの土師を作らせ塚をうがって近づくものがあるとすぐさま矢が飛び出すようにした。また水銀を流して百戦甲が大会を作り機械で水銀を絶えず注ぎ込むようにした。上の方には天文を備え下の方には地理を備えて自然にかたどり人魚の油を即に使用して校内を照らし永久に消滅しないように工夫をした。二世皇帝は言った。先帝の高級の女性でこのないものは高級から出すのはよろしくない。こうして皆殉死させたので死者がかなり多くなった。埋葬のことがやっと終わるとある人が言った。豪商は機械を作ったので埋蔵の様子をよく知っている。埋蔵のことは極めて重大でもしこれが世に漏れた場合はあるいは発掘の憂いもあって総裁の重大事は終わりとなりましょうと。そこですでに埋蔵が終わると塚の中の神道を閉じ神道神の道を閉じ塚へ入る外部の神道門扉を下ろし交渉の埋蔵に関係したものをことごとく閉じ込めて出られないようにした。そして塚の上に草木を植えて山のようにかたどった。二世皇帝元年年21長江老中令となり任ぜられてことを用いう。二世御事の意を下して始皇の神廟の犠牲および三世百師の霊を増し軍神を指摘して始皇の廟をたとばしむ。軍神皆遁守して申して曰く古は天守や七秒諸侯は五大夫は三万世といえどもよよ撤起せず今始皇を極病となし司会のうち皆公職を兼じ犠牲を増し霊ことごとく備え持って加うることなからん。先王の病はあるいは西洋にありあるいは寛容にあり天使の義まさに一人尺を奉じて始皇の病をのみ祀るべし
上皇より以下は敵機し、置くところはすべて七病とし、軍神礼をもって進みて祭り、もって至高の病を尊び、帝社の素病となさんと。皇帝、また自ら鎮と称す。二世皇帝の元年、皇帝は21歳であった。長皇は宮殿の門を司る老中令となり、信任されて政治にあたった。二世皇帝は御事の礼を下して至高の廟の犠牲及び三千百士の礼物を増させ、軍師に命じて至高の廟を尊重することについて審議させた。軍師は皆頓守し慎んでいった。昔の制度では天守は七廟、諸侯は五廟、大夫は三廟でございました。今至高の廟を極尊の廟として別扱いにし、万世の後といえども、よよ小牧を交互に小没という例に従わないことにいたしましょう。国中から皆、貢ぎ物を献上させ、犠牲を増し、礼式はことごとく完備させ、これ以上加えるものがないようにいたしましょう。また我が戦後の廟は、あるいは西方のようにあり、あるいは寛容にあって、祭礼も不便でございます。ですから天使が自ら行われます儀式は、一人宙を奉じて始皇帝の廟をお祭り遊ばすだけにいたしましょう。上皇より以下の廟は古い順序に従って壊して廃し、常に尊知しておくのは規定の七廟とし、この方は我々軍神が礼にのっとってお祭りすることにいたします。そして始皇帝の廟を格別に尊んで、帝者の祖廟といたしましょう。と、この年皇帝はまた自ら鎮と称し、新人という号を拝した。少しここで補足をいたします。天子七廟、廟というのは坊、要望の坊で、先祖の要望を彷彿するという意味である。天子は七廟まで作れる。大祖の廟は北にあって、南面、子孫の2、4、6世は昭和の昭で東側に、3、5、7世は木、木工とかの乃木辺に白い少ないやつですね、廟で3、西側にある。すなわち大祖に対して父子は小木に分かれ、以下これに準ずる。大祖と2世の小廟、3世の小木廟は不遷廟、移らない廟とし、次の四廟は親族関係、すなわち5代までが尽きると移して、小木それぞれの不遷廟へ神霊を移す。神霊を移して空いた廟へ神霊、新しい、霊を祀るのである。もう少しさらに補足をしましょう。敵機すべからずという話ですね。鉄、車辺に失うは、鋼鉄の鉄、侵入に失うと同じで、互いにと読み、小と僕の病の真意を互いに排すること。天使七病、諸侯五病は大祖の病の次の小と僕を不遷病として二兆という。兆は示す辺に奥長の長ですね。これは新しい死者が出て、天使では8秒目、諸侯では6秒目が必要になった場合に、不遷病の次の章は章、僕は僕の真意を不遷病へ移し、順次に真意を移動して空いた病や新しい霊を移しまつるのである。これを、敵機という。したがって天使でも諸侯でも規定の7秒、5秒以上は病を立てない。互いに真意、神の位を移して旧神位を廃するのである。大夫三廟では大祖以外の小牧がそれぞれの神霊を最初から合祀する。それでは続きを読んでいきます。戻ります。二世長皇と計りていわく、鎮と詩は書く、初めて位につき、権守いまだ修復せず、先帝軍権を巡行して、もって強きを示し、海大を裕福せり、今安全として巡行せずんば、
すなわち弱気を示し持って天下を新規することなからんと、春二世東の方軍権をめぐる李氏下郷欠席に至り海に沿い、南の方海景に至り思考してことごとく思考の立てしところの国籍に国し、石坊に大臣従者の名を表し、もって先帝の成功の正徳を明らかにする。皇帝曰く、近石の国はことごとく始皇帝の作りしところなり、今豪を継ぎたるに近石の国事始皇帝と称せずんば、それ旧恩においてや孔子これを作りし者のごとくならん。成功の正徳を称するにあらじと、上書真氏真虚室御子大夫真徳埋死して申す。真皇うつぶさに少々国籍に国し、よって明白にせん。真埋死して皇うと制して曰く、かなりとついに両党に至りて帰る。二世皇帝が長江と測って言うには、秦は年少で今初めて即位したばかりだから、人民はまだ振幅しておらぬ。先帝は軍権を巡行されて、その強さを示され、海大を威服された。秦が今安官として巡行もしなければ弱体と見られて、天下の民を秦として養うことはできないであろう。かくて春に二世は東して軍権を巡行した。李氏が随行した。河北の欠席に至り、そこから海に沿って南下し、石膏の海景まで至った。そしてすべての思考が混流した石碑に二世の御旗乗りを刻み込み、その傍らに大臣従者の名を刻み込んで、先帝が興行を成し遂げた聖徳盛んな徳を明らかにした。その御旗乗りの次に御旗乗りの字に次のごとく言う。近石の国分はことごとく始皇帝の作られたところである、国分は刻み踏み。秦今豪を継いで皇帝と称する。しかるに近石の国事、国事こちら告げる文の方ですね、告げる言葉、皇帝と刻むのみで始皇帝と称しないと、久遠の後世になると孔子の皇帝がこれを作った者のごとく謝るであろう。始皇帝の工業完成の正徳を称することにならないと。上書の李氏秦の虚室御子大夫の秦徳らは死を恐れずあえて申し上げた。秦ら恋い願うところは、ただいまの御事のりをつぶさに国籍に刻んで、この由を明らかにしたいのです。秦ら教育して恋い立てまする。成果して二世が言った。よろしい。そしてついに両党まで行って引き返した。ここにおいて二世すなわち長江を尊用し、法令を述ぶ。すなわち密かに長江と計りて曰く、耐心服せず管理なお強し、および諸公子必ず我と争わん。これをなすことをいかんせんと、こう曰く、真元より言わんことを願いたれども、いまだあえてせざりしなり。先帝の大臣な、皆天下の類性の名基人なり、功労を積み、余裕をもって相つ通ること久し、今こうは元小戦なり。陛下幸いに消去し、上位にありて忠事をつかさどらしむ。大臣を王として、ただに棒をもって真に従うのみ。その心はじっと服せず、今生いず何ぞこの時によりて軍権の主位の罪あるものを案じて、これを中止、神はもって意を天下に振るい、下はもって将の聖兵不可とするところのものを除き去らざる。今の時は文を死とせずして武力に決す。願わくは陛下、ついに時に従いて疑うことなかれ、すなわち軍心図るに及ばざらん。名衆余民を宗教し、卑しき者をばこれを達到し、貧しき者をばこれを富まし、遠き者をばこれを近づけば、すなわち商家集まりて国安からんと。二世曰く、よしと。そこで二世皇帝は長江を尊び用いて法令を述べ明らかにした。そして密かに長江と測っていった。大臣らは秦に服しておらぬし、
管理の力はなお強くして従順ではなく、その上諸公子はきっと金と帝を争うであろう。これをどうしたらよいか。長公は言った。それはもともと臣から申し上げたいと願うておったところでございますが、まだあえて申し上げておりませぬ。先帝に仕えた大臣は皆天下においては代々名誉のある貴人でございまして、また苦労を積み重ね、よよ相伝えること久しきに及んだ家柄でございます。今私はもともと秘書の身分でございます。陛下が幸いに挙げ用いてくださいまして、上位にあって宮中のことを管理させていただいております。ゆえに大臣たちは往々として楽しまず、ただ外貌だけは私に従っておりますが、内心では服従しておりませぬ。今陛下には出遊なさいますが、どうしてこの機会に乗じ、軍権の周囲の罪あるものを取り調べて中罰をお加えになり、上は意を天下に振るわえで、下は陛下が平勢不可としていられるところのものをお覗きになることをなさいませんか。今という時代は文徳を師として用いずに武力によってことを決すべきでございます。願わくは陛下におかれましては時勢にお従いになられて知義なさいませんように。さすれば軍臣たちは防御するいとまがございません。名手たる者は軍臣以外の民を挙げ持ち、卑しい者を尊くし、貧しき者を富まし、遠い者を近づけ親しませるものでございまして、かくすれば上下の人々は相集まってきて国は安泰になりましょう。偽皇帝はそれは良い方法じゃと言った。すなわち中央大臣及び諸公子にお好うに財貨をもってし、賞金官サブル三郎に連帯し、立つことを出しうるものなし、思考して立皇子は都に陸しせらる。皇子将領根底三人な内宮に囚われ、その罪を犠牲らるること一人送る。二世使いをして少女に礼せしめて曰く、孔子は不信なり罪死にあたる理法をいたすと、少女曰く、決定の礼には我未だ勝ってあえて貧さんに従わずんばあらざるなり、老病の位には我未だ勝ってあえてせっと失わざるなり、命を受けて応対するは我未だ勝ってあえて字を失わざるなり、何をか不信という。願わくは罪を聞きて死なんと、死者曰く、死んな計りごとに預かることを得ず、将報じてことに従うのみと、将領すなわち天を仰ぎて大いに天を呼ぶこと見たび、曰く天なるかな、我罪なしと、根底三人皆涙を流し、剣を抜きて自殺す。喪失古い恐る軍心の勇むる者はもって非暴となす。大理は六を辞し入れられんことをとる。剣手古い恐る。そして中罰を大臣及び諸公子に行い、財貨をもって年若い近似の役人や中老外老三老の三老まで連座させたので、この粛清から脱しうる者はいなかった。そして六人の公子は社と都というところもしくは社で、中陸された。公子少女の兄弟三人だけは内宮に囚われ、その罪が犠牲られたので一人処刑が遅れた。二世は使者を遣わして少女に命令させていった。孔子は実に不忠の臣であり、その死は、その罪は死罪に該当する。役人を送ってここに法を執行させると。少女は言った。朝廷の礼儀について、私は儀礼を司る貧さんの指示に勝って従わなかったことはございません。また平等の席次については、私はかつて一度も礼節を失ったことがございません。陛下のご命令を受けて賓客と応対するのに、私はまだあえて言辞を失って陛下の意向を落としたことは一度もございません。何を不信の中と何を不忠の臣と言われるのか。願わくは我が罪過を聞いて死にたいものでございます。
と問いただした。使者は言った。神は朝廷の謀議には預かり得ないので何も知りません。ただ命令書を報じて、ことの執行に従うのみでございます。そこで勝利は天を仰いで、大声で天を呼ぶことを見たび、天命なるかな、わしには罪はないのじゃ、と叫んだ。兄弟三人は皆涙を流し、剣を抜いて自殺した。皇帝の一族は恐れおののいた。軍神のうちでいさめる者があっても、皇帝を誹謗する者だとされた。大臣、大官らはただ出力を離れまいとして皇帝の意を迎えるように努めるだけだった。人民は法の厳酷なのをおののき恐れた。4月2世帰りて寛容に至る、いわく先帝寛容の朝廷の将なるがためにゆえに阿房宮を営み出動を作りしが、いまだならざるに将法ずるに会い、その作者をやめ、同離山に伏せしが、離山のこと大いに終わりぬ、今阿房宮を捨ててなさずんば、すなわちこれ先帝のことをあぐる過ちを明らかにするなりと、また阿房宮を作る、外は死を伏することを思考の計りごとのごとし、思考の計りごとのごとくし、ことごとくその祭祀5万人を召し、寛容に投影することをなし、社を教えしむ。クバ金獣、まさに養うべきものを多し、足らざるを計り下して軍権に長し、宿属数校を転輸せしめ、皆自ら領職をもたらさしむ。寛容の300里のうち、その国を狂うことを得ず、法を持ちうること、ますます国心なり。4月に二世皇帝は寛容に帰還し、そして言った。先帝は寛容の朝廷が小さいとされて阿房宮を造営になったのだ。ところが出動を作ってまだ完成しないうちに先帝の崩御にあったので、その造作を中止し、陵墓を作るために掘った土を離山へ返し、離山の工事は立派に終わった。今阿房宮を捨てて完成しなければ、先帝の事業計画が過ちであったことを天下に明らかにすることになる。かくてまた阿房宮を造営した。一方国外については司法の遺跡を陳腐することは始皇帝の計画通りとし、ことごとく始皇帝に仕えた強力の旧使弓使ですね、5万人を挑発し、寛容に屯営させて射術を教えさせた。その結果、クバ、犬、馬など近従の使用すべきものが多くなったので、食料の不足を考慮し寛容に屯営させ、食料の不足を考慮し、礼を下して軍権から挑発させ、豆、もみ、まぐさを転送させ、輸送にあたる者には皆その糧食を持参させた。かくて寛容の300里以内では、農民は自ら収穫した穀物を食うことができなくなった。かくのごとく、法を用いることがますます過酷で、骨を刻むようであった。7月、主卒陳将ら元の刑の地に反し、長祖となす将を自流して王となり、陳により、諸将を使わして地を唱えしむ。三党の軍権の少年、真の理に苦しみ、皆その衆異霊将を殺して反し、もって陳将に応ず、相立ちて皇王となり、合唱して西に向かい、名付けて真を打つとなす者、数うるに田植えからず、英社東方に仕えしてきたり、反社をもって二世に分す。二世、怒りて理に下す。後死者至る、書を問う。答えていわく、軍党なり。軍の衆、異、まさに地区ほせり、今ことごとく閲覧、うれうるに足らじと、書を喜ぶ、武神自流して長王となる。義久、義王となる。伝譚、聖王となる。廃校、廃に起こる。公領、兵を海警軍にあぐ。7月に
旅門の左側に居住した貧困者から挑発されて漁業を守っていた兵卒の陳将らが元の慶州の地で背いて長祖と称した。陳将は自立して祖王となり、河南の陳に居住し、諸将を使わして諸方面へ唱え回らせた。韓国間以東の軍権の若者たちで秦の国利の下で苦しんでいた者が、皆その軍の役人の主と伊や県の役人の霊と城を殺して秦に背いて陳将に呼応した。相立って公や王となり、合唱して西へ向かい、秦を討つを名目とした者は数えきれないほどであった。宮中で賓客を応接する官の越者が東方へ使者として出かけていったが、帰ってきて反乱者の実情を二世に条文した。二世は怒ってそれを極理に下して罪に問わせた。後に使者の都へ至る者があった。二世は東方の事情を問うた。慎んで、なあに、盗賊の守護をした者に過ぎませぬ。軍の主医たちが、主や医たちが今頃は追いかけて捕らえておりますから、今にことごとく捕らえましょう。憂慮なさるには及びませぬと申し上げた。皇帝は喜んだ。ところが武臣が自立して長王となり、議長が義王となり、伝丹が正王となった。義宮ですね、義宮が咎めるという字ですね。義宮が義王となり、伝丹が正王となった。廃校が皇祖の廃に起こり、皇陵が兵を石膏の海警軍に挙げたのである。2年冬、陳将の使わすところの州将ら、まさに西の方義に至らんとす兵は数十万。二世大いに驚き、軍心と計りて曰く、いかんせんと。上府将官曰く、党すでに至り多くして強し、今金権を欲すとも及ばざらん。離山の党をし行う、これを許し、兵を授けてもってこれを打たんと。二世すなわち天下に退社し、将官をして将として州将の軍を打ち破りて走らしめ、ついに将を襲うように殺す。二世ますます長子芝金党へお使わし将官を助けて党を打たしむ。秦将を上府に殺し、公領を帝都に破り、義宮を臨世に滅ぼす。その地の党の名称すでに死す将官、すなわち北の方かを渡り、長王アツらを巨鹿に打つ。二世の冬、陳将が派遣した州将らが西の方先世の義に迫ろうとした。その兵は数十万であった。二世皇帝は大いに驚き、軍心にどうしたらよかろうと相談をした。三帝宅地、山、堤、沢、池の税を司る官の将府の将官なる者が、盗賊はすでに都へ迫り、大部隊で兄弟でございます。今近県の兵を挑発しても間に合いません。離山には軽徒の者が多くおります。ですからどうかこれを赦免していただきたい。武器を授けて州将の軍を打ちましょうと進言した。そこで二世は天下に大赦を行い、将官を大将として州将の軍を迎え撃たせ、これを敗走させ、ついに州将を河南の曹陽で殺した。二世はさらに長子の官の芝金と東栄を派遣し、将官を助けて盗賊を撃たせた。将官らは陳将を暗鬼の情報で殺し、公領を三島の帝島で破り、義宮を河南の臨政で滅ぼした。こうしてその地の盗賊の名将たちはすでに死んだ。そこで将官は北に進んで黄河を渡り、長王のアツラを河北の巨鹿に攻撃した。長江二世に説いて曰く、先帝天下に臨政すること久しい、故に軍心あえて費用なし邪説と進めざりき、今陛下春秋に富み初めてくらいにつけり、いかんぞ後継とともに丁にしてことを決せんにゃ。子供し誤りあらば軍心に端を示すなり、天使の鎮と称するは
元より声をだにも聞かずと、ここにおいてにせ、常に近中におり、公とともに諸事を決す、その後後継、朝見すること、朝見するを得ること、まれなり。上皇が二世に説いていった。先帝は天下に君臨し、制御なさることが久しゅうございました。それゆえに、軍心も、あえて飛行をなさず、邪説を進めたりはいたしませんでした。今、陛下はまだ少々で、即位なされたばかりでございます。どうして、後継とともに朝廷で政治を決せられることができましょうや、もし政治に誤りでもございますと、軍心に陛下の短所をお示しになることになります。天子が陳と称するのは、陳は、陳朝、兆しという意味で、ことの短所をちらっと見せるという意味でございまして、臣下はもとより陛下のお声さえ聞くことができないということでございますと。こんなわけで二世は常に近中にいて、公と二人だけで諸事を決定した。その後は後継でさえ、二世に朝見できることはまれになった。盗賊ますます多くして、漢中の卒発して、東の方、唐を打つことをやむことなし、遊城省拠出、左城省し、将軍風教、進みいさめていわく、関東の軍と並び起こる、新兵を発して中撃し、殺望するところ、はなはだ多し、しかるに名をやまず、唐の王旗は皆、呪、宗、天、策のこと苦しゅう、不代、不税、大なるをもってなり、こう、しばらく阿房宮の作者をやめ、紙幣の受典を厳正せんと。すでに、その盗賊は一応平らげたが、東方の盗賊はますます多くなり、漢中の軍票が東方へ向けられて盗賊を撃つことがやまなかった。右上将の遊上将の拠出と左上将の利子、それに将軍の風教が進み出ていさめていった。関東の軍刀が次々と起きております。我が新政府は兵を発し、これを襲撃して殺望した者は甚だ多いのでございますが、まだ軍刀はやみませぬ。同族の起きることが多いのは、辺境の守り、周運、陸装、労作仕事が非常で、労苦の上に風情が重いからでございます。どうか、しばらく阿房宮の工作を中止し、紙幣の守備転送などを厳正していただきたいと存じまする。二世曰く、我これを監視に聞く、曰く、行春は祭典削らず、帽子切らず、土竜に反し、時計にすする。関門の養いといえども、これよりも薄からず、上両門を勝ち、大火を通じ、火の停水を消し、これを海に放ち、身自ら畜生を辞し、萩に敬なし。神旅の労も、これよりも激しからず、およそ天下を保つをたっとしとなすところの者は、意を欲しいままにし、欲を極め、襲名法を思うすれば、しもあえて火をなさず、もって解体を制御するを得うと。それ愚家の主は、たっときことを天使となり、自ら九九の術により、もって百税にとのう。なお、なんぞここに乗っ取らん。金はたっときこと万丈にして、その実なし、我戦場のが万丈の族を作り、我が豪名を満たさんと欲す。かつ先帝、諸侯より起こり、天下を兼ね、天がすでに定まり、外は死を払い、もって辺境を休んじ。旧嫉と作り、もって得意を明らかにす。思考して君は先帝の興行に小あるを密覧。今、陳、位につきて二年の間、軍刀並び起これども、君、禁ずることあたわず、また先帝のなせるところをやめんと欲す。これ、神はもって先帝に報ゆるなく、次は陳のために注力を尽くさざるなり、何をもってか位にやらんと、拒出し、今日を理に下し、他の罪を安策す。拒出今日曰く、少々は恥ずかしめられず、と自殺す。
石はついに囚われ五刑につく。二世は言った。私はこんなことをカンピシが言ったのを聞いておる。行や春の宮殿はタルキを用いるのに削り刻まなかった。屋根のかやぶきは端を切り揃える切り整えることなく、土製の土製の飯器に飯を盛り、瓦家で汁をすすった。門番の尊用でもこれより乏しくはなかった。また鵜は両門山をうがち、大火を通じ黄河の停滞した水を切り開いて、これを牧歌へ放流し、自ら杵や桑を取ってすねの毛が擦り切れるまで働いた。先進や捕虜の労苦でもこれほど厳しくはなかったのじゃ。およそ天下を保有している天使をたっといとするのは、我が意のままに振る舞えて欲を極め、神が名法を重くすれば下々はあえて非意をしなくなって、海大を制御することが得られるからじゃと。さて、春帝や魚王は天使の尊さでありながら、自ら困窮労苦の実際のことに身を置いて、それを人民に示し教えた。これはどうして手本とするに足りようや。いや足りない。朕は尊いこと万丈の地位にありながら、今その実がない。わしは戦場の車馬と万丈の属者等を作り、我が万丈の天使たるの名号にふさわしくしようと思う。かつまた先帝は諸侯の身分から起こって天下を平定された。天下はすでに安定し、外は四方の異敵を打ち払い、もって辺境を休んぜられ、さらに宮室を造営されて、その意を遂げることができたことが明らかである。そして慶良は先帝の興行が書についたのを見たのであろう。しかるに今陳は即位して2年の間、軍闘が相次いで起こり、慶良はこれを禁圧することができぬ。さらに先帝のなされた諸事業をやめようとしておる。これでは神は先帝の徳に報いることなく、ついで陳のためにも治癒力を尽くしていないのじゃ。それでどうして自分らの地位に安住しておれようや。と言って虚室李氏京の3人を極利に下して余罪を調べ攻めさせた。虚室と慶は、将軍と上将たる者が慶利に恥ずかしめられてたまるかと言って自殺した。李氏はついに禁錮され、慶に服した。3年、将官らその卒を率いて巨鹿を囲む。その上将軍孔武、その卒を率いて行きて巨鹿を救う。冬長江上将となる。ついに李氏を案じてこれを殺す。夏、将官ら戦いしばしば退く。二世、人をして官を攻めしむ。官を恐れ長子金をしてことを壊しむ。長江を見ずまた信ぜず、金恐れて逃げ去る。こう人をして保水せしむ、及ばず。金官を見ていわく、長江ことをうちに持ちう。将軍こうありともまた忠せられ、こうなしともまた忠せられんと。こう急に真の軍を打ち、王里を虜りこにす。官らついに兵を持って諸侯に下る。三年に将官らがその軍兵を率いて巨鹿を包囲した。そで兵を挙げた上将軍の孔武が祖軍を率い赴いて巨鹿を救った。その冬に長江が上将となり、ついに禁錮してあった李氏を取り調べこれを殺した。夏頃から将官らは戦ってはしばしば退却していた。二世は使者を送って将官を攻めた。将官は恐れ長子の官の芝金を使者とし、長江の指示を壊しめたが、長江は芝金に会わず、またその件を信用しなかった。芝金は恐れて逃げ去った。長江は人をして追いかけて捕らえようとしたが、及ばなかった。逃げ帰った金は将官に会っていった。長江は宮中で万事をすべております。将軍は功績があっても中罰を受け、功績がなくても中罰されるでしょう。
項羽が進軍を吸収して王里を捕虜とした。将官らはついにその兵を率いて諸侯に降伏した。8月期がいい長江乱をなさんと発す。軍心の気飾らんことを恐れ、すなわちまず剣を設け、鹿をもじて二世に剣じて曰く、馬なりと。二世笑いて曰く、上昇を謝れるか、鹿を引いて馬となすと、左右に問う。左右、あるいは目視、あるいは馬と言い、もって長江におもねりしたご、あるいは鹿というものあり。こうよりて、密かにもろもろの鹿といいし者にあつるに法をもってす。後軍心皆こうを恐る。こう先にしばしば言えり、関東の党はよくなすなきなりと、項羽が真の将王里らを巨力のもとに虜にして進むに及びて、将官らの軍しばしば退き上書して、助けを待さんことを請う。遠、長、政、総、官、義、皆たちで王となる。官より意図を大抵ことごとく真の理に背き諸侯に応ず。諸侯皆その衆を率いて西に向こう。廃校数万人の率いて、すでに武漢をほふり人をして公にしせしむ。8月、期外の日、長江は反乱を起こそうとした。軍心が自分の意見を聞き入れないのではないかと心配し、まず試してみようとして、鹿を二世に返じて、これは馬でございますと言った。二世は笑って、上昇、間違ったんじゃないかな、鹿を馬だなどと言うて、と言って左右の臣たちに問うた。左右の臣たちのある者は沈黙したままであり、ある者は馬だと言って長江におもねり、ある者は鹿だと言った。長江は鹿だといった者には密かに当てはめるに法をもってして処罰した。その後、軍心は皆長江を恐れた。長江はこれより先しばしば関東の盗賊などは大したことはできないと言っていた。ところが項羽は真の将軍の王里らを巨鹿の付近で虜にして前進するに及んで、将官らの軍はしばしば退却し、上書して援軍を増加してほしいと請うてきた。かかる間に、遠、長、政、祖、官、義の立国は皆独立して王となった。かくして、韓国官伊藤の地は、大抵、真の役人に背いて諸侯に降応した。諸侯は皆その州を率いて西へ向かって進んだ。廃校は数万人の軍を率いて、すでに陝西省の武漢をほふり、使者を派遣して密かに長江と金脈を通じようとした。項二世怒りて、中その身に及ばんことを恐れ、すなわち病と謝して朝見せず。二世八個がそのササンバをかみて、これを殺せりと夢見、心楽しまず怪しみて専務に問う。牧して曰く、軽水たたりをなすと、二世すなわち防衛宮に際し、刑を祭りて四つの白馬を沈めんと発す。使いをして甲を石上せしむるに、盗賊のことをもってす。甲を恐れ、すなわち密かにその姓、寛陽の霊、円楽、その弟、長生と計りて曰く、将勇めを聞かず。今こと急なり、災いを我が僧に着せんと発す。我、将を益地し、さらに孔子栄を立てんと欲す。子栄は人権にして百世皆その言の抱くと、老中令をして内王をなさしめ、偽りて大族ありとなし、楽をして利を召し、卒を発しておわしめんとす。楽の母を脅かして孔の社に置き、楽を使わして利卒千余人を引き、防衛宮の伝聞に至り、英霊牧野を幕せしめて曰く、俗ここに入れり、何ぞとどめざると。英霊曰く、就労そっと設けて花肌ずつしめり、伊豆君祖族のあえて急にいることを縁と。楽ついに英霊を切り、直ちに利を引いて入り、ゆくゆくいる。老患者大いに驚き、あるいは走り、あるいは叩こう。叩こう者はすなわち死す。
死する者数十人、老中霊、楽と共に入り、生の悪座の帳を射る、二世怒り左右を召す、左右、皆恐れ乱れ戦わず、傍らに患者一人あり、自してあえて去らず、二世うちに入り、いいて曰く、こうなんぞ早く我に告げざる、すなわちここに至ると、患者曰く、真、あえて言わず、ゆえに全きを得たり、真をして早く言わしめば、皆すでに忠誠られしならん。伊豆くんぞ岩に至ることを縁と、円楽、進みて二世につきて攻めて曰く、即下教師にして忠殺すること無道なり、天が共に即下に背けり、即下それ、自ら敬をなせ。と、二世曰く、上昇は見ることを植木やいなやと、楽曰く、不可なり。と、二世曰く、我願わくは一軍を得て王とならんと、許さず、また曰く、願わくは万国王とならんと、許さず、いわく、願わくは祭祀とともに剣主となり、諸侯士に非せんと、円楽いわく、神は命を上昇に受け、天下のために即下を中す。即下多元すといえども、神が得て法是寺と、その兵を差し招きて進む、二世自殺す。長江は、二世が怒って中陸が自分の身に及ぶだろうと恐れ、病気と称して朝見しなかった。たまたま二世は白虎が乗用車の左の添え馬を噛み殺したという夢を見て心楽しまず、怪しんで専務博士に問うた。専務博士は占っていった。慶水がたたりをなしておるのでございますと。そこで二世は慶水に望んで建てられた防衛宮で再会し、慶水の水神を水神を祭り、四頭の白馬を沈めた。一方では使者をして盗賊の討伐の状況について長江を責めさせた。長江は恐れて密かに娘婿にあたる官僚の長官をしている円楽や弟の長生らと図って言うには、主上は我が諫言を聞かず、今事態が急を告げるようになった。この災いを我が一族のせいにしようとしておる。わしは主上を置き換えて改めて公使栄を立てよう。司栄は人形石鹸の人柄で、百姓は皆その言を包帯しておる。公使とするに適しておるのじゃと。そして老中霊を抱き込んで内容させようとし、宮中に大族ありと偽って円楽をして役人を召集させ、兵卒を動員して大族を追跡させるように手はずを定め、円楽が背かないように楽の母を脅かして長江の家に留め置いて人質とした。そして円楽をして李卒千余人を率いさせ、防衛宮の殿門に至り、門営の長の牧野を縛り上げていった。賊がここから宮殿内に侵入したのに、なぜ止めなかったのじゃ。英霊は答えた。この宮殿の周囲の宿舎には、兵卒を配置して慎んで守備しておりまする。どうして賊が御殿に押し入ることなどできるものですか。円楽はついに英霊を切り捨て、直ちに李を率いて宮殿に入り、進んでいきながら矢を射た。二世の金字や宦官らは大いに驚き、ある者は逃げ、ある者は格闘した。格闘した者はすぐ殺され、死んだ者は数十人に及んだ。老中霊は楽と一緒に宮中に入り、二世の座所の帳を射た。二世は怒って左右の者を召したが、左右は皆恐れ慌てふためいて戦おうとしなかった。ところが御座所の傍らに一人の患者がいて、皇帝に辞してあえて逃げ去らなかった。二世は座所の中へ入って患者に向かって、そちはなぜ早く地に告げなかったのじゃ。そちが告げなんだから、こんなことになってしもうたのではないか。患者が答えて、神はあえて申し上げませんでした。ですからこそ今まで生命を全うすることができたのでございます。もし早く申し上げておりましたら、陛下のお怒りに触れ、すでに忠せられていたことでございましょう。どうして今まで生きておられましょうか。と、二世の諫言を聞き入れないことへの不満を述べた。
円楽は進み、二世のすぐそばにくっついて二世を攻めていった。そっかは教師、自死で、教満自死で、臣下や人民を忠殺して無道である。天下は皆そっかに背いておる。そっかは自ら自分の処置をなされよ。と二世は言った。上昇に、長江に会うことはできぬのか。楽は言った。会うことはできませんな。二世は言った。我願わくは一軍だけももらってその王となりたい。楽は許さなかった。また二世は言った。では万国公でもに、もとに、万国公にでもなりたいのじゃ。お願いじゃ。楽は許さなかった。二世はまた言った。願わくは祭司と共に、民になりたい。諸公子と同じに扱ってほしいのじゃが。円楽は言った。臣は命令を上昇から受けまして、天下のためにあなたを忠するのでございます。あなたがいくらおっしゃっても臣は取り継ぐわけにはいかぬのです。そして兵を差し招いて進んだ。二世皇帝はそこで自殺した。はい、副部長、こんにちは。笑点に出てくる方の円楽は腹黒い。そう、私もこれを見て円楽、腹黒い円楽を思い浮かべてしまったので、これは円楽と振ってあるんですけどね、円楽と呼んだ方が良かったような気がいたしますね。なぜこれ楽になってるんでしょうね。まあいいんですけど、置いといて。円楽帰りて長江に報ず、長江すなわちことごとく諸大臣、皇子を召し、つぐるに二世に忠するの情をもってし、もとい、つぐるに二世を忠するの情をもってし、いわく臣は元王国なり、始皇天下に君たり、ゆえに帝と称せり、今立国また自流し、臣の地位ますます小なり、すなわち空名をもって帝となるは不可なり、よろしゅう王となることを元のごとくにするが便なりと、二世の兄の子、皇子栄を立てて臣王となす。剣士をもって二世の都南の義春園中に葬る。死刑をして再世指名、まさに病剣して玉璽を浮くべしとす。再すること5日、死刑、その子二人と計りていわく、上昇皇、二世を防衛級に殺し、軍神のこれを忠せんことを恐れ、すなわち偽りて義をもって我を立てたり、我へ聞く、長江をすなわち外を訳し、真の宗室と滅ぼして漢中に大たらんとすと、今我をしてさえして病に見えしめんとす、これ病中によりて、我を殺さんと欲するなり、我、病と称して行かずんば、上昇必ず自ら来たらん。来たらばすなわちこれを殺さんと。五、人をして死へに壊しむることを崇拝なれども、死へ行かず、こう果たして自ら行きて曰く、宗廟は十字なり、おう、いかんぞ行かざると。死へついに公を最急に刺し殺し、公の家を三族し、持って寛容にとのう。円楽は帰って長江に報告した。そこで長江は、諸大臣や公子をことごとく召集し、二世を忠殺した状況を皆に告げてから言った。秦は元王国であった。始皇が天下に君臨したので、帝と称したのじゃ。今、立国がまた自立して、秦の領地はますます小そうなった。空名であるのに、帝と称するのはよろしゅうない。よろしく元の王となるのが適当じゃ。と、そして二世の兄の子の、皇子栄を立てて新王とした。また庶民を葬る礼式で二世を都南の義春園の中に葬った。それから死刑に再会させてから宗廟で祖先の霊にまみえ国王の印字を受け取るべきだということにした。死刑は再会すること5日、その子二人と相談していった。上昇の長江は二世皇帝を防衛宮で殺したが、軍神たちが皇を忠殺するのを恐れたので、偽っても表面は義を立てて、わしを皇帝にしたのじゃ。わしは、
公が外密約して秦の喪失を滅ぼし自分が漢中の王となろうとしていると聞いておる。わしに再会させ祖先の病にまみえさせるのは病中におびき出してわしを殺そうとしておるのじゃ。わしが病と称していかなんだ行かなければ上将がきっと自分でやってくるであろう。来たら必ず公を殺してやる。長公は使者をして紫英に病に来るように壊せること数回に及んだが紫英は行かなかった。長公は案の定自ら出向いていった。宗廟でのことは重大事でございます。王はどうしてお出かけにならないのでございますか。紫英はついで長公を最急で刺し殺し、長公の父母兄弟妻子の三族を皆殺しにして寛陽で天下への見せしめにした。紫英新王となりて46日、その将廃校、その将廃校、秦の軍を破りて武漢に入り、ついに波状に至り、人をして紫英を夜行せしむ。紫英すなわち首にかくるに僧をもってし、白馬祖者にして白馬祖者にて天使の事故を報じ、指導の傍らに下る。廃校ついに寛陽に入り、旧室不幸報じ、帰りて波状に軍数。おること月夜にして諸侯の兵至る。功績、省庁たり、紫英及び秦の諸侯子相続を殺し、ついに寛陽をほふり、その旧室と焼き、その四条を虜にし、その珍宝家財を収め、諸侯共にこれを分かつ。秦の後を滅ぼし、おのおのその地を分かちて、三となし名付けて妖王、西王、敵王と言い、合して三神と言う。豪雨聖祖の覇王となり、名を司り天下を明かして諸侯を王とす。神ついに滅ぶ。後五年にして天下官に定まる。紫英が新王たること46日、その将軍の廃校が秦軍を破って先生の南関たる武漢に入り、南関南の関ですね、ついに先生の波状に至った。使者をして紫英に降伏させようとした。紫英は首に自殺のための組紐をかけ、福母に使用する白馬祖者に乗って天使の自負を報じ、寛陽県軌道という帝の傍らで降伏した、元に指導ですね、指導。廃校は常にかついに寛陽に入城し、旧室や不幸を封印し、軍を返して波状に屯営した。おること1ヶ月余りで諸侯の兵が集まってきた。功績が合唱の長として紫英及び秦の諸侯子と一族を殺し、ついに寛陽をほふってその旧室を焼き払い、その四条を虜にし、その珍宝と家財を没収し、諸侯らと共にこれらを分配した。公は秦の後裔となる者を皆滅ぼし、その領地を分けて三つとし、名付けて妖王、即王、敵王と言い、合して三神と言った。もとい、西王ですね。即じゃなくて、西ですね。砦の西ですね。豪雨は聖祖の覇王となり、天下を分けて諸侯を王とした。かくて秦はついに滅びた。その後五年で天下は漢の統一するところになった。太子公曰く、秦の戦白英はかつて東部の際に君あり、道を受け聖を賜る。陰下の間に及びて美にして三千たり三セリ頑張れ私。ちょっと待って、太子公曰く、秦の戦白英はかって東部の際に君あり、道を受け、聖を賜る。陰下の間に及びて、美にして三セリ。
州のオトロールに至り帝神起こり清水に有数。暴行より以来ようやく諸侯を参食しついに始皇をなす。始皇自ら思えなく皇は御帝よりも過ぎ地は三王よりも広しと始皇してこれと等しきをはず。よいかな火星のこれを推言せるや。いわく神諸侯を平権し三島三十余軍あり神官を治め権裁により公平を治めてこれを守る。しかるに陳称十卒三乱の衆数百をもって肘を振るいて逮捕し急激の兵を用いず醤油白帝にして奥を望みて暗い天下に横行す。神秘と祖権守らず官僚閉じず長劇刺さず弓道強度いずその死不幸入り公門に戦い勝って藩理の悩みなし。ここにおいて三島大いに乱れ諸侯並び起こり豪春相立つ。神召喚を将として統制せしむ。召喚よりて三軍の衆をもって外に要旨しもってその神を図る。軍神の神ならざることをここに見るべし。死へ立ちてついに悟らずもし死へをして要旨の際ありわずかに中佐を得しめば三島は乱るといえども真の地は全うして保つべく宗廟の祭りはいまだまさに立つべからざりしなり。大志向は言う。真の先祖の白英は東行愚春の際に功績が勲功があって報道を受け生を賜った。その後夏殷の時代になってその子孫が衰微して離散した。衆が衰えた頃になって秦はまた興起し西方の辺境の地に焦土を定めた。そして勃興以来少しずつ諸侯の地を奪い取りついに始皇に至って天下の統一を成し遂げた。故に始皇自ら思った。自分の功績は御帝を上回り領土は夏殷周の三王よりも広いと。そして御帝三王と同じように見られるのを恥じ皇帝と称した。さて秦の攻防については蝸牛がすでに立派な家臣論を書いた。今これを以下に引用する。いわく秦は諸侯の地を兼併して函谷関の東の三島三十余郡を有し渡し場や関所を治め謙粗な要塞により甲冑兵器を収め備えてこれを守った。しかるに陳将はまとまりのない十卒をわずか数百人率いて肘を張って太鼓し弓や劇のような武器を用いずにただスキーや棍棒を武器として立ち食料がないままに人家を望み見ては押し入り奪っては食らいつつ天下に横行した。神秘とは謙粗な要塞をも守らず関所や橋梁を閉ざして防ぐこともせず徴兵の劇があっても刺すこともせず号泣があってもいようともしなかった。そのために蘇軍は秦へ攻め入り深く攻め入り先生の校門で戦ったが蘇軍には一度も芝垣を破るほどの困難さもなかった。こんなわけであったので三島の地は大いに乱れ諸侯が並び起こり豪傑春秋の死が放棄した。秦は召喚を将として統制させた。召喚はいい気になって三軍の収力に頼って外で報道を要求し衆上に謀反を図った。軍神の神図べからざるはこのことでも見ることができる。ついで紫英が即位したがついに目が覚めなかった。もしも紫英に普通の君主としての才能があり人並みの補佐役でもついていたならば三島が乱れても秦の地は万全に保有することができたであろう。宗廟の祭りも当然絶えなかったであろう。秦の地は山を被り家を帯び持って固めとなす始祖の国なり暴行より以来秦王に至るまで二十余君常に諸侯の言うたり兄よよ剣ならんにゃその成教しかるなり勝って天が勝って心を同じうし力を合わせて秦を攻むこの世にあたりて剣地並び連なり領将その死をやり剣将その計りごとを通ずしかれども祖権に苦しみて進むことあたわず秦すなわち引き入れて戦わんとし
思考してこれがために間を開けば百万の塔、逃れ逃げてついに破る。兄有力地形、たらざらんにゃ。形理ならず勢い弁ならさればなり。真の地は山を巡らし、黄河を前に帯びて、それを天然の固めとし、四方を要害で囲まれた国である。墓荒から始め、墓荒から始皇帝に至るまでの二重余君は、ついに諸侯間の、常に諸侯間の強者であった。しかしその二重余君が代々賢明であったわけではない。その要州という形成巨書がおのずからそうさせたのである。また天下の諸侯は勝って心を同じくし、力を合わせて秦を攻めたことがあった。この当時は県地の諸侯が並び連なり、領将がその軍を動かし、県将がその謀略を通じ合わせていた。しかしながら秦の県祖の地形に苦しんで進むことができなかった。秦はそこで諸侯の軍隊を国内へ引き入れて戦おうとし、わざと関所を開いたが、諸侯の率いた百万の歩卒は逃亡し、ついで壊滅した。これは諸侯の軍に有力や知恵が足らなかったためであろうか。いや、そうではなくて、諸侯の国の自然の形成が不利であり、不便であったからである。秦は小遊にして大城を合わす、県塞を守りて軍し、類を他校して叩こうなく、関羽を閉じ愛により、歩行を担いてこれを守らんには諸侯は筆譜より起こり、理をもって愛、相応の行いあるにあらず、その交わりはいまだ親しまず、その死もいまだつかず、名は秦を滅ぼすとなせども、その実態、これを理とするならば彼、秦祖のおかしがたきを見ば、必ず死を退けん。道を休んじ民を休め、もってその兵を待ち、弱気を治め、疲れたるを助け、もって大国の君に入れせば、意を海外に得ざるを憂えじ、たっときことは天使となり、富は天下を保ちて、しかも身取りことなりしは、その灰を救うこと、非になればなり。秦王、己を垂れりとして問わず、過ちを遂げて変ぜず、二世これを受け、よりて改めず、暴虐にしてもって過ちを重ぬ。死へは孤立して真なく、気弱にして助けなし。三種惑いて終身悟らず、滅べることまた無べならずや。真はもと小国であったが、大城市を併合して大国となった。ゆえに秦が謙遜な要塞を守って軍人を敷き、暴類を高くして戦うことなく、関所を閉ざして狭隘な道により、劇などの武器を十分持ってこれを守っていたならば、諸侯たちは筆譜から起こってただ利益だけで結合しているもので、位はなくとも王者の徳があるという素王でもないし、その諸侯間の交際もまだ親密ではないし、その部下もまだ振幅していたわけでもないし、名目は秦を滅ぼすということであったが、その実は利益だけを求めていたのだから、求めていたのが実情だから、秦が謙遜で攻略しがたいことを見れば、きっと軍を退けたであろう。その場合、秦では領土や人民を安息させ、諸侯の疲弊を待ち、弱小の国は治め、疲弊せる国を助けて味方とし、それで大諸侯に号令したならば、意を海外に得ないという心配事はなかったであろう。しかるに尊さは天使であり、富は天下を固有しながら自ら囚われたのは、その敗北を救う方法を誤ったからである。秦王は自分を完全なものであると自負し、人の意見を問題にせず、過誤を犯しても改めようとしなかった。二世皇帝もこれを受け、それに従うのみであった。従うのみで改めなかった。その上、暴虐で過ちを重ねた。三世の死は、孤立して親しい者もなく、危うくか弱く、補佐する者もなかった。一世、二世、三世の三人の君主は、惑いながら終身それを悟らなかった。滅びるのは、元より当然ではないか。この時にあたりてや、世に真理地下の死なきにあらざるなり、しかるにあえて忠を尽くし、過ちを正さざるゆえんの者は、真の俗には危機の金を食う、忠言いまだ口に終わらざるに身、陸没となればなり、
ゆえに天下の死をして耳を傾けて聞き、足を重ねて立ち、口をつぐみて言わざらしむ。ここをもって三種道を失えども忠心あえて諌めず、知識あえて計らず、天がすでに乱るれども感情分せず、兄悲しからずや。この三種の時代に世間に思慮が深くして、時世を見通して変化することのできる死がなかったわけではない。しかしながら、それらの死があえて忠を尽くし、過ちを正そうとしなかった理由は、真のしきたりに神を恐れはばかるのが禁令が多く、神を恐れはばかるの禁令が多く、あえて忠言で諌めてもその言葉が口から出終わらないうちに、その身が忠陸せられて消え失せることになったからである。それゆえに天下の死をして耳を傾けて聞き、足を重ねて立ち、口をつぐんで物を言わぬような謹慎、恐怖の情に追いやってしまったのである。こういうわけで、三人の君主が道を失っても、忠心もあえて諌めず、希望の死もあえて計らず、天下がすでに乱れても、関心がその実情を条文しなかったのである。なんと悲しいことではなかろうか。戦後は傭兵の国を損のうを知れり、故に後継台風死を置き、もって法を整え、刑を設けて天が治まる。その強きや暴を禁じ、乱を注して天が服す。その弱きや御派生して諸侯したごう。その削らるるや内は守り外は尽きて社食損す。故に真の盛んなるや法を茂くし、刑を厳しゅうして天が振るう。その衰うるに及びてや百姓遠望して海大背く。故に衆は五女その道を得て千余歳まで耐えず、真な本末並びに失す。故に長久ならず、これによって天を見れば暗記の塔は愛さることとおし、野言に曰く前事の忘れざるは工事のしなりと。五行をもって君子の国を治むるや、これを上古に見、これを統制に見し、マジュールに人事をもってし、清水の理を察し、県政の義をつまびらかにし、挙手上あり、変が時あり、故に口実長久にして社食安し。昔の西欧は上下の神事が心のことが塞ぎ覆われて相通じないことが国を損なうことを知っていた。それゆえに後継、太夫、死を置いて法を整え刑を設けたので天下が治まった。その王室が強大な時は暴を禁圧し乱を鎮滅したので天下は振幅した。王室が微弱な時は御覇者が王に代わって征伐したので諸侯が服従した。その領土が削り奪われても国内を固く守り、外は強国に付き従うことでその社食は存在し得た。だのに秦はその政治には盛んな時には法を煩雑にし刑を厳酷にしたので天下は古いおののいた。推理すると百官衆民はその王室を恨み、国中が背き離れることになった。このゆえに衆の王党は次第、ついでその道を経て千余歳にわたって絶えなかったのに、秦は本末ともに並び失ったので長久なるを得なかった。各観察してくると、国の安寧と期待とはその本源は愛さること遠いのである。俗言ことわざに言う、前事を前のことを忘れぬことが工事、後のことのお師匠と。このゆえに君子が国を治めるには上古に鑑み、これを統制に試み、それに人事の適性を交え精髄するゆえんの理を観察し、県政のよろしきをつまびらかにし、何を去り何につくべきかの順序が立って、変化が時のよろしきに応じ得たのである。だから
虚しく日を重ねても長久に繁栄し、国家は安泰であるのだと。秦の高校、高官の固めにより、幼州の地を要し、君臣固く守りて終始と伺おう。天下を席巻し、右大を崩御し、司会を農家するのいい、八甲を平穏するの心あり。この時にあたりで将軍、これを助け、内は報道を立て公職を務め、主戦の備えを収め、外は功を連ねて諸侯を戦わしむ。ここにおいて神秘と手をこまぬきて、成果の外を取る。高校すでに没し、慶応、武王、故業を被り、遺作により、南は漢中を兼ね、西は覇食を挙げ、東は皇輸の地を裂き、北は妖怪の軍の治む。諸侯を強くし、改名して秦を弱めんことを図り、陳期重宝、日々の地を惜しまず、もって天下の死をいたし、将を合わせ交わりを結び、愛ともにいつとなる。先ほどまでが引用で、ここからは芝戦ですかね。秦の高校は黄山と函谷関の堅固なところを拠り所とし、陝西の北部から甘粛の西北部にわたるいわゆる揚州の地を抱え従えて、君臣が一致して固く国を守り、宗室を奪い取ろうとその情勢を伺っていた。すなわち、むしろをまくように天下を片っ端から取り、世界中の国を包み取り、視界に至るまで、至る果ての国々までも袋の中にくくり入れるようにし、八方の極縁の地まで合わせ飲み取ろうとする心を持っていた。この時にあたって、将軍高孫王が宰相として高校を助け、国内では法律制度を確立し、工作や暴食に力を入れ、守備と交戦の両方の準備を整え、外は連行政策で東方の国とそれぞれ同盟しながら諸侯と戦わせた。こうして神秘とは戦わずに手をこまぬいたままで、青瓦を越えて魏の地まで略取した。高校がすでに亡くなってからも、慶応や武王や昭襄王は旧来の事業の後を受け継ぎ、高校の残した計りごとに従って、南は漢中の地を取り、西は覇食の地を残らず奪い取り、東は魏の肥えた土地を裂き取り、北は妖怪の諸軍を手に手中に収めた。諸侯はその勢いに恐れ、改名して秦を弱めることを図り、陳期重宝、肥沃の土地を惜しまず与えて天下の人物を招いた。南北合同し、交わりを結ぶ合唱策で一致団結したのである。この時にあたりて、姓に猛将あり、長に平原あり、祖に春心あり、義に信良あり、この四軍な皆名地にして中心観光にして人を愛し、剣を尊び死を重んじ、将を訳し功を話し、官義遠祖聖長宗英中山の衆を合わす。ここにおいて立国の死には寧越助手祖神都閣の類ありて、これが計りごとをなし、生命収集陳心小骨老漢敵営鉄慶それ楽器の友柄、その意を通じ、五期孫品大太芸領王領連旗連覇長者の類、その兵を制す。常に十倍の地位、百万の衆を持って関を叩きて秦を攻む。神秘と関を開きて敵を引く。九国の死、春巡遁頭してあえて進まず、秦、暴死、遺族の追へ脳して天下の諸侯をすでに苦しむ。この時にあたって、姓には猛将君があり、長には平原君があり、祖には春心君があり、義には信良君があった。この四君は、皆明らかな知恵があり、精忠真義の人柄で、心が広くおっとりとしていて人々を愛し、賢者を尊敬し、志のある人士を重んじた。南北縦の国々が同盟し、秦に対抗する合唱を約束し、連行の国があるとそれを秦から切り離して、漢、魏、燕、蘇、青、趙、
宋、英、中山の軍を合わせて連合が成立した。こうなったので立国の陣士には寧越、徐庶、祖信、都閣らがあって、耐震政策の啓蒙を巡らし、清明、収集、鎮信、昇格、六官、鉄警、祖霊、楽器らの連中が諸国間の意思を通じ合わせ、極旗、孫賓、帝太、芸領、王領、電気、連覇、長者の共柄がその将兵を指揮し、常に勝って真に10倍する後、100万の軍勢をもって函谷関を仰ぎ見て秦を攻めた。秦は関門を開いて敵を引き入れて戦おうとしたが、旧国の軍はおじけ、恐れ、ためらって逃走し、あえて進もうとはしなかった。そこで秦には矢を失い、矢尻を捨てる執筆がなくて、天下の諸侯はすでに困窮したのである。ここにおいて小三、小三次役とけ、争いで地を裂きて秦に報ず。秦、余力ありてその兵を制し、にぐるを追い、にぐるを追い、福祉百万流血盾を漂わす。理により弁に乗じ、天下を再活し、火山を分裂す。強国は伏線と恋、弱国は入りて調す。ここで、合唱はちりぢりになり、名役は解け、争って地を裂いて秦に献じた。秦は余力があって疲弊した諸侯を思うままに処理し、逃亡する者を追い、敗走する者を追い打ち、倒れ伏した屍は百万を数え、流血は大盾を浮かべ、漂わすほどであった。秦はこの戦勝の便利につけ込んで、天下を思いのままに切り盛りし、諸侯の三河を分割した。強国は服従したいと来い、弱国は秦の朝廷に入って秦下の礼を取った。引きて公文の僧正王に及びて、国を送ること日朝し、国家ことなし、秦王に至るに及びて、陸政のよれと継ぎ、長作を古いて右大を御し、二州をのみて諸侯を滅ぼし、子孫を踏みて陸郷を制し、追父を取りてもって天下を弁治し、異司会に振るう。南の方百越の地を取り、もって慶林将軍となし、百越の君、神戸を伏し、首をつなぎ、命を狩りに居す。すなわち盲点をして北の方頂上を築きて藩理を守らしめ、郷土を退くること700より、個人あえて南に下り、馬を牧せず。し、あえて弓を引いて恨みを報いず。引き続いて公文の王や僧正王になると、国を受けたもつ在位が短くて国家には何事もなかった。始皇帝になると、皇后、慶文王、武王、正常王、公文の僧正王の六世の残した功績を受け継いで、長弁、長い鞭を振るうて馬を御するように天下を制御し、東西二州を併合し、諸侯を滅ぼし、子孫の天子の位について天地四方の右大を制圧し、鞭を取って天下の人民を打ち虐げ、その誠意は視界の果てまで振るい動かした。南方は多くの越人のおる地まで奪い取って、慶林将軍の二軍とした。百越の君主は神戸を垂れ、首に組紐をかけて降参し、その生命を真の極寒に任せた。各地南方が定まったので、真は盲点に命じ、北方に長城を敷いて郷土との国境を守らせ、郷土を退却させたことを700よりであったので、個人は南下し馬を飼うことをしなかった。また詩人も弓を引いて恨みを真に報いようともしなかった。ここにおいて戦王の道を廃し、百花の弦を焼き、もって剣手を愚にし、名城小墓地豪春を殺し、天下の兵を治め、これを寛容に集め、法を称し、教を言い、
持って金人十二を作り、持って剣種の民を弱くす。しかるのち、家を切りて城となし、家によりて神となし、屋上の城により不足の谷に臨み、持って固めとなす。領所、軽度、要害のところを守り、心身、性、卒、利平を連ねて遂下す。天がすでに定まる、信号の心を自ら思えらく、漢中の固めは金城千里、子孫帝王万世の行をなりと。そこで、古の聖王である行、春、宇、東、文、武、周公の道を廃し、周代の多くの学者の論説の書を焼き捨て、人民を愚かにした。諸国の名城をこぼち、豪春、豪傑、春秋の死を殺し、天下の兵器を没収してこれを官窯に集め、刀の矛先を溶かし、鉄器をいつぶし、金人十二の像を作り、天下の人民を弱くして反抗できないようにした。そうした後に火山を切り開いて城とし、黄河の水を引いて池とし、火山屋上の高い城により、そこの知れない、計り知れない深刻に望んで国の固めとした。領省と豪級で要害の地を守り、信頼できる神精鋭の兵卒が鋭利な武器を連ねて道行く人々を誰かと尋問した。天下は確定安定した。秦の始皇帝は秦中自ら思うよう、函谷関の中の固めは金城の鉄壁が千里も続いて、どこからも侵入できないし、子孫は帝王として万世に伝える大業であると。秦をすでに没し、良い種族に振るう。秦将は、王勇上数の子、亡霊の人にして、戦士の隣、才能は忠臣に及ばず、忠治牧敵の剣、当主伊藤の富あるにあらず、足を交互の間に踏み、重白のうちに屈起し、飛散のそっと引き、数百の衆に将として転じて秦を攻め、木を切りて兵となし、竿を掲げて旗となす。天下雲のごとを集まり響きのごとく応じ、糧を担いて影のごとく従う。三頭の豪春、ついに並び起こりて秦の族を滅ぼしぬ。始皇帝がすでに没した後においても、その生前から残っていた姓は、風俗の異なる遠くの遺跡にまで響き渡っていた。しかし秦将は、破れ亀をはめた窓、縄を結んで徒細に代用する貧家の子、先民下僕の出身で、しかも御用に移された仲間であった。彼の才能は普通の人にも及ばぬほどで、孔子や牧師の賢明さも、当主伊藤の富もあったわけではなく、ただ一介の補卒で隊列の間を駆け抜いて、行軍の道中で没然として起こり、疲れて統制を失っている兵卒を引き、わずか数百の人数の将として一転して秦を攻め、木を切って兵器となし、竿を掲げて旗とした。しかるに天下の人々は雲の群れ集まるように合し、響きが音に応えるように領職を担って影のごとく従った。黄山、函谷関、伊藤の豪傑、春秋の死が続いて並び起こって、秦の一族を滅ぼしてしまったのである。司馬遷の文章のところが意外と長いですね。もうちょっと続くので、まあ、このままいっちゃいましょう。かつそれ天下は小弱にあらざるなり、幼衆の地位高官の固めは自弱たり、陳将の位は聖宗炎長官義宗英中山の君よりもたっときにあらず、所有巨金な攻撃調査よりも時にあらざるなり、卓中の衆は旧国の死に当たるにあらざるなり、
深く測り遠くをもんぱかり軍をやり兵を持ちうるの道は先の時の死に及ぶにあらざるなり、しかれども聖杯変をことにし工業愛変するなり反するなり、試みに三島の国をして珍賞と長を測り体を比べ剣を比べ力を計らしめば、すなわち年を同じうして語るべからず、しかるに死んだ九九の地戦場の剣のもって八州を招きて同列を調整しめたること、百有四年なり、しかるのち陸軍をもって家となし交換を九となせり、一夫何のを起こして七秒破れ身人の手に死し天下の笑いとなりしは何ぞや、仁義施さずして孔子の勢い異なればなり、思うに真の天下は弱小ではない、揚州の知性や鉱山韓国間の固めは依然として元のままである、珍賞の位は一トン長で、聖祖炎長官義宋英中山の君主たちよりも尊貴ではない。珍賞の兵の持つ句は棘で作った矛は、棘じゃない、極で作った矛は決して刃の曲がった矛劇や長い剣より鋭利であったわけではない。時計で図形で写されて時計で移されて、つく珍賞の州都は、仮に旧国の軍隊に対抗できるものではなかった。深く計りごとを練り遠く将来までも考慮し軍を進め兵を用いる方法ではかつての戦国の軍師に及ぶものではなかった。それであるのに珍賞らの挙兵は成功し、立国の諸侯らが失敗したのとは異なった変化が生まれ、その興行は相反したのである。試みに三島の諸国と珍賞らとその領土の長大を測り県政兵力を比べてみると年を同じくして語ることのできないほどの大きい違いがある。さて秦の最初は九九たる小さな領地で戦場の諸侯の兵権を持って八州の君を招き同列の諸侯を秦に入朝せしめるのに100年余りもかかった。しかるのちやっと天地四方を家となし鉱山韓国間をひっくるめて宮殿としたのである。このような長年月を費やし大きな努力で勝ち得た天下も珍賞というつまらぬ男が兵を挙げると帝王の七秒はこぼたれ、秦王紫英は項羽の手で殺され、天下の物笑いとなったのはなぜであろうか。それは仁義を人に施さず権力武力のみに頼って民の恨みを買ったことであり、天下統一までの公正と異なってもっぱら主政に立ったからである。秦海大を合わせ諸侯を兼ね南面して帝と称しもって司会を養い天下の死依然として風に迎えり、格のごときは何ぞや、いわく金庫の王者亡きこと久し、終日日々にして御派すでに没し、霊天下に行われず、ここをもって諸侯を緑星し、今日は弱を犯し、衆は蚊を虐げ、兵格休まず臣民疲弊せり、今、真南面して天下に応たり、これ神に天使にあるなり、すでに玄々の民、その生命を休んずることを縁ことをこい願い、
心を虚しゅうして神を仰がざる者なし、この時にあたりて意を守り功を定むべし、暗記のもとここにあり。神は衆の国を滅ぼし、海大を統一し、諸侯の地を兼有し、天使の位につき南面して皇帝と称し、司会のうちを養った。天下の主は草が配然として風になびくように真になびき従った。それは何故であろうか。その理由を言えば、金庫においては王者が存在しないことが久しかったからである。宗室が衰微し、御派もまたすでに没し、命令は天下に行われなかった。各地諸侯は武力で政治を行い、強国は弱国を犯し、多数が少数を荒らし、戦乱はやむことなく、市民は疲弊した。かかる時に神は南面して天下に王となった。これは神に天使というものが存在していることである。してみれば、国の本源たる万民はその生命を休んじうることを恋願って、心を虚しゅうして神天使を仰がないものはないからである。故にこの時にあたっては神は天使の威力を守り、創業の功を安定させるべきである。国の暗記の分かれるもとは一つにここにあったのである。神王、短鄙の心を抱き、自憤の地を行い、後進を信ぜず、市民を親しまず、王道を廃して試験を立て、文書を、禁じて刑法王国にし、左力を戦にして仁義を後にし、暴虐をもって天下の初めとなす。それ平権する者は左力を高しとし、安定する者は純権を尊ぶ。これ取ると守ると十と同じうせざるを言うなり、神戦国を離れて天下に王たれども、その道変えず、その祭りごとを改めず、これそのこれを取り、これを守るゆえんのもの異なれり、孤独にしてこれを保つゆえに、その滅ぶることを断ちて待つべし。もし神王をして情勢のことを図り、殷周の後に並びもってその祭りごとを制御せしめば、後殷教の衆ありといえども、しかも未だ景気の憂い荒らされしならん。故に三王の天下をたずるや、名号を兼備にして興行長久なり。始皇は貪欲で卑しい心を持ち、自分自身の知力を振り絞って後進を信用せず、市民に親しまず、王者の道を廃し、一家の試験のみを立て、百家の書を禁じて焼き、刑法を厳しくし、砂防武力を先にして仁義の政を、祭りごとを後回しにし、乱暴虐待をもって天下統一の先駆けとした。一体天下を憲兵戦とする者は砂防武力の効果を高いとするが、すでに天下を得てこれを安定させようとする者は、理にかなった理に従った権威を尊ぶ王道を用うべきだ。天下を取る創業と、すでに取ったものを守る主政とは方法を同じうしないのである。秦は戦国の時代を離れて天下に王となったのに、戦国時代と方法を変えず、その政治も改めなかった。これはその天下を取るゆえんと天下を守るゆえんとを違えたのである。すなわち戦王の人生によらず、全く孤独の状態で天下を保有したのであるから、その滅亡は立って待っているほど早かった。もし始皇をして情勢の戦王の政治を図って手本とし、殷周の治爵に収めた後に並び従い、そして秦の暴地を制御せしめたならば、たとえ後世に陰逸凶慢な君主があったとしても、まだ直ちに国家が傾き危うくなる勇敢は起こらなかったであろう。憂い煩い勇敢、夏陰周の三代の王が天下を取ってこれを治めるにあたっては、仁義の政に祭りごとに従ったので、その名が立派だとして世に現れ、その興行は長く続いたのである。今秦の二世たちや天が首を引きて、その祭りごとを見ざる者なし、それ凍えたる者は諸葛を利とし、志向して飢えたる者は草香をあましとす。天がの豪豪たるは秦主の死なり、これ疲れたる民の陣を成しやすきを言うなり、
先に二世をして幼種の行いありて中堅に任ぜしめ、心主心をいつにして海大の憂いを憂え、控訴して先帝の過ちを正し、地を表し民を分かち、もって後進の後を報じ、国を立て君を立て、もって天下を礼し、礼儀を無駄衆して経歴を免じ、修道お愛の罪を除去し、おのおのをしてその教理に帰らしめ、僧林を開き、財兵を賛じ、もって孤独窮困の主をにぎわし、負を軽くし、ことを少のをし、もって百姓の窮を助け、法を役にし、刑を省き、もってその後を保ち、天下の人をして皆自ら新たにし、節度改め行いを治め、おのおのその身を慎むを得しめ、万民の望みを塞ぎて、威徳をもって天下に組みせば、天下休んぜしならん。すなわち誓いのうち皆完全としておのずから、おのおの自ら、おのおのおのずからそのところを安楽し、ただ変あらんことを恐れ、狡猾の民ありといえども、神を離れるの心なくんば、すなわち不義の心、もってその地を飾るのをして、暴乱の間、闇しならん。今、真の二世皇帝が即位すると、天下の民は首を長くして、その政治がどんな政治であるかを望み見ないものはなかった。さて、寒さに凍えているものは、くず布で作った労役者の服であるカップで作ったですかね。主活、活。うん、くず布で作った労役者の服である短活のようなそいでも良いとして着るし、飢えているものはぬかや、カスやぬかでもうまいとする。天下の人民がごうごうとして憂えているのは、新しい君主にとっては天下を平治する良い材料、資料である。これは疲労した民には人生を施しやすいということである。先に二世をして普通の君主としての行いをさせ、忠良賢治の信を任用させ、君臣が心をいつにして海大の民の憂えを憂え、詳細後の服務中からすでに先帝の過ちを正し、土地を先人民を分けて、後進の子孫を報じ、国を立て、君を立てて天下の霊勢を整え、囚人を放って極奥を空にし、経歴を免じ、収賄、贈徳の、罪人を除去して、その罪に触れた者をその郷里に返し、政府の米蔵を開いて、米国財貨を民に賛辞与え、孤独貧窮の死をにぎわし、不税を軽くし、公益を少のをし、もって万民の窮迫を助け、法律を簡約にし、刑罰を省いて、思考の亡き後の世を保持し、天下の人々が自らその気持ちを新たにし、節操を改め、行いを治め、おのおのその身を慎むことができるようにして、万民の希望が自然に満たされるようにし、聖徳をもって天下に臨んだならば、天下の人民は休んじて起伏したであろう。そして司会のうちは皆帰越して、おのおの自らそのところに休んじ楽しみ、ただ天下に返事のあるのを恐れたであろう。こうなればたとえ狡猾な民があったとしても、神君主から離反する心がないから、謀反を企む心があったとしても、その感情を飾るによしなく、暴乱の観察も自然に止まったであろう。二世、この術を行わずして、これに重ぬるに無道をもってし、さらに初めて和防宮を作り、刑を刺激し、忠を厳しゅうし、理智国心にして賞罰当たらず、不連道なく天がことを置く、利益することはあたわず、百姓困窮して終術せず、しかるのち官儀並び起こりて消化愛逃れ、罪を被る者多く、経歴道に愛望みて天がこれに苦しみ、君刑より以下、収書に至るまで人自ら危ぶむの心を抱き、自ら窮苦の実におり、皆そのくらいに休んぜず、故に動かしやすきなり、動かしやすかりしなり、ここをもって陳章、頭部の剣を用いず高校の損にからず、肘を対卓に振るいて天が響きのごとく大勢しは、その度危ぶめばなり。故に先王は、詩集の変を見、存亡の機を知る、
ここをもって民を養うの道は務め、これを休んずるにあるのみ、天が逆行の真ありといえども、必ず響きのごとく大ずるの助けなし、ゆえにいわく、休んずる民は共に義を行うべくして、危ぶめる民は共に火をなしやすしと、これの言いなり、たっときことは天したり、富は天下を保ち、身陸さと免れざりしは、傾けるを正すことを非になればなり、これ二世の過ちなり、と。しかるに二世は即位すると、この分かりきった術を行わず、無道のことを重ね行い、再び阿房宮を造営し始めた。また、刑罰を刺激し、中力を厳しゅうし、管理の政治が極めて厳しく、賞罰が不当であり、不税の重くなること果てしなく、天下は多事たたんで、管理はこれを通りすることができず、管理庶民が困窮しても、皇帝は憐れみたも救おうともしなかった。しかる後に、官網、詐欺の都が放棄し、神は下を顧みず、下は神を考えず、互いに責任逃れをし、罪を被る者多く、軽視する者が道に相連なって、天下は挙げてこのことに苦しみ、君主兄以下諸人、諸諸人に至るまで人々は自ら不安の心を抱き、窮苦の実情、現実に処して皆その地位に休んぜざるに至った。ゆえに人心は動揺しやすくなった。こういう理由で、陳将は院の東王や州の武王のような権勢を用いることなく、また、高校の尊位に借りず、ただ暗記の大宅教で火を振るっただけで、天下の響きの愛を映るように呼応したのは民心が期待に陥っていたからである。ゆえに昔の西王は、始終の変化を見て存亡の分かれる機微を知ったのである。民を養うの道は第一に民心を安定させることに損するだけだ。民心が安定すれば天下に反逆を行う心があっても、必ず響きに応ずるような助けは起こらない。ゆえに古語に、安らかに暮らしている民とは共に正義を行うことができ、不安定に暮らしている民とは共に悪事をしやすい、とあるが、この間の消息を意味している。二世は尊いこと天使となり、富は天下のすべてを保有しながら、その身が殺戮から免れなかったのは、始皇の時からの傾いた政治を正すことにおいて誤ったからである。これが二世皇帝の過ちであると。上皇たち国を送ること12年、初めて政治を作る、清水に葬る、文庫を生む、文庫を立ち、清水の宮におること50年、死して清水に葬る、成功を生む、成功、国を受けずして死す、健康を生む、健康、国を送ること12年、精神優におる、死して我に葬る、武功、特攻、出資を生む、出資、国を送ること6年、清涼におる、諸長復帰、衣類、散歩の3人、族を率いて出資を飛燕に属す、我に葬る、武功を立つ、武功、国を送ること20年、兵用の宝給による、専用種の盗難に葬る、三諸長、その罪に服す、特攻を立つ、特攻、国を送ること2年、用の大帝給におる、先行成功、勃興を生む、ように葬る。初めて、福祉、もって功を防ぐ。先行国を送ること12年、要求におる、ように葬る。初めて、うるうずきをなす。成功国を送ること4年、要の旧におる、ように葬る。生、30、古畜を打つ、勃興、国を送ること39年、天使、歯をいたす、ように葬る。木工を諸人に学ぶ、高校を生む。高校、国を送ること12年、用の後進による、校舎に葬る、教皇を生む。教皇、国を送ること5年、
陽の行進による漢光の高校の南に葬る漢光を生む。漢光国を送ること27年陽の大臣におる義理宮の北に葬る慶光を生む。慶光国を送ること40年陽の関心におる九里の南に葬る非光を生む。非光国を送ること36年斜里の北に葬る異光を生む。異光国を受けずして死す砂丘に葬る慶光を生む。慶光国を送ること10年斜里に葬る後継東光を生む。東光国を送ること15年紀光の西上陽に葬る楽教皇を生む。楽教皇国を送ること34年乳里に葬る宗皇開皇を生む。その10年彗星現る宗皇国を送ること14年御神による東皇の南に葬るその元年彗星現る開皇神より来たり国を送ること4年歴御神に葬る霊皇を生む。諸神開皇を囲む開皇自殺す熟霊皇は少子の子なり慶陽におる国を送ること10年東皇の西に葬る漢皇を生む。漢皇神より来たり国を送ること15年紀皇の西に葬る慶皇を生む。その7年百世初めて剣を帯ぶ慶皇国を送ること13年両御に葬る出皇を生む。出皇国を送ること2年出皇自殺す陽に葬る健康国を送ること23年豪御に葬る高校を生む。高校国を送ること24年帝御に葬る。ただいま読んでいるところは太子公の筆ではなくてなんか付録みたいなところにあたるみたいですね。参考文章というかですね。このまま読んでいきます。慶文王を生む。その13年初めて寛陽に都す慶文王国を送ること27年光陵に葬る東武王を生む。東武王国を送ること4年永陵に葬る昭常王国を送ること56年始陽に葬る公文王を生む。公文王国を送ること1年寿陵に葬る宗常王を生む。宗常王国を送ること3年始陽に葬る始皇帝を生む呂不韋正太里健康を断ちて7年初めて死をなすを行おう10年戸籍を作り愛護す豪公を断ちて16年時に通り冬花咲く慶文王生まれて19にして19年にして立つ立って2年初めて銭を行おう新たに生まれる英治ありいわく神はまさに王たらんとすと東武王生まれて19年にして立つ立ちて3年伊水赤きこと3日少女王生まれて19年にして立つ立ちて4年初めて他のために船舶を開く公文の生まれて53年にして立つ宗常王生まれて32年にして立つ立ちて2年大元の地を取る宗常王元年大社し先王の行進を治め徳を施し骨肉に圧し慶を民に敷く当主諸侯と共に神を図る神小国不意をしてこれを忠誠しむことごとくその国にいる神その祭りを立たず要人の地位をもって州の君にたまいその祭祀を奉ぜしむ死後国を送ること37年理由に葬る二世皇帝を生む死後生まれて13年にして立ち二世皇帝国を送ること3年義春に葬る長皇上昇安武皇となる二世生まれて12年にして立つ右真の上皇より二世に至るまで611歳以上は真の旧期の部分にあたります。ここからですね。ごめんなさい。さっきのところ、今読んだところからは半個の文章になっているようでございます。ここも読んでいきます。
ただいま読んだのは、真の、半古の始皇期の産後中にむしろ非とすることところあらざるか、五感の明帝が半古に、問うた部分に対しての答えみたいでございますね。先に続けていきます。孝明皇帝17年10月15日一中に曰く、衆の歴すでに移り、人母に変わらず真そのくらいにあたり、旅生残虐なり、しかるに諸行をもって十三にして天下を平権し、情を極め欲を欲しいままにし、宗心を養育し、37年兵加えざるところなく政令を制作し、皇后に施すけだし成人の意を得、家臣等を授け、老子により三罰を踏み、左庫を駆除し、これを始皇と称するに至る。始皇すでに没し、苦害極めて愚なり、離山未だ終わらざるに、また阿房を作り、もって前作を遂げ、いわこよそ天下を保つをたっとしとなすところの者は、意を欲しいままにし、欲を極むればなりと。大臣先君のなすところをやめんと欲するに至り、し虚しっと中し、長江を任用す、痛ましいかな源や、人痘を救命す、いい改たれば打たず、悪あつからざれば無駄衆は滅びず、これをとどまることを得ざるに至り、残虐にしてもって気を促す。軽弁の国におるといえども、なお損することを得ず。五感の明帝17年10月15日一中の日に言う、衆の天使たるの歴数はすでに移って、衆室は滅んだが、人徳ある子がその母に代わって立ったのではなく、真が帝位についた。旅政すなわち始皇帝は残忍暴虐であった。しかし諸侯に生まれ、13歳で王位についてから、ついに天下を平権し皇帝になった。史上を極め、私欲を欲しいままにして、親族親戚を養育して繁栄させ、在位37年間に兵を加えないところなく、多くの制度や法令を作って、後世の天子に負担を与えた。思うに彼は成人の異例を得たものだろうか。家臣が当トロクを授けたのであろうか。弓矢を司る老子性の木により、殺戮を司る三罰性の木を踏んで、天下を駆け巡って敵を攻め滅ぼし、始皇と称するに至ったのだ。始皇がすでに没し、二世皇帝の子害は極めて愚鈍であった。離山の工事がまだ完了しないのに、また阿房宮を造営し、先に始皇が企画したことを成し遂げようとした。二世皇帝が言うには、およそ天下を保有することを尊いとする理由は、意を欲しいままにし、欲を極めることができるからだと。大臣が先君始皇の事業を中止したいと欲するようになると、二世は上昇の李氏と兵虚室を中殺し、風虚室を中殺し、官猛な長江を任用した。痛ましいかな二世皇帝の言葉は、姿や形は人間で、頭はあっても、その言葉は全く善悪をわきまえない畜類の鳴き声だ。威力だけに頼らなかったら打たれまいに、悪逆を重ねなかったらこんなに無獄滅ぶことはなかったろうに、定位にとどまるを得ない状況に至ってもなお残虐を加えて滅亡の時期を促進した。だから地形有利な国におるといえども、なお存続できなかったのだ。これ、旅政になってるところがポイントなんでしょうかね。衛生ではなく、死へ字を図り継ぐことを得、玉冠をかぶり、家仏を帯び、大奥を車にし、百姓を従え、七秒に越す。精進非に乗れば、高骨として守りを失い、暗を日々に盗まざるはなし、一人よく長く思い、退きをもんばかり、不死、剣をなし、近く固有の間に取り、ついに家臣を中し、君のために族を打つ。皇が死するの後、貧困はいまだことごとく相ねぎろうことを得ず、三男今、喉に下るに及ばず、
酒はいまだ唇を潤すに及ばざるに、その兵すでに漢中をほふり、新人波状にかける。祖者にして宋英氏、その富士を報じ、もって帝社に帰す、帝伯亡政乱闘し、宋王社を退く、かの決するはまた不作に帰す。もとい、かの決するはまた不作べからず、魚のたばるるは、また全くすべからず、鍵芝仙曰く、先に栄をして養子の際あり、わずかに中佐をえしめば三頭は乱るといえども、真の地は全うして保つべく、宗廟の祭りはいまだまさに立つべからざりしならんと、真の水星、積水は天下、土方が返す、終端の財ありといえども、またその功を登るところなからん。しかるにもって一日の功を責むるは誤れるかな、俗に真の思考を罪悪を起こし、子が極めたりと伝えるはその利を得たり、また少々責めて真の地は全くすべかりしならんというは、いわゆる事変に通せざるものなり、聞き敬をもってす、春秋にはな言わず、我新規を読み、紫英が長江を洒烈するに至りて、いまだかってその決を剣とし、その志を哀れまずんばあらず、英は姿勢の義備われり。紫英が順序によって天使の位を得た。天使の玉冠をかぶり、天使の印字を帯び、天使の車に乗り、百貫を従えて、先祖の七廟に参拝しようとした。さて、精進というものは、自分にふさわしくない尊い位につくと、つい、うっとりとしてしまって、自分の守るべき文言も忘れ、ただ日々、日々安楽の身を、むさぼり、盗まぬものはない。ところが、紫英は一人よく長く念慮し、引き下がっては考慮し、その二子と剣棒を巡らし、五木宮の最急の というの間にことを決し、ついに狡猾な大臣長江を誅殺し、先君二世のために俗心を打ち得たのである。しかるに長江の死後、その誅殺に功労のあった賓客や隕石のものを慰労もなし得ない。そしてまた宴席のごちそうもまだ喉を通らない。酒もまだ唇を潤さぬうちに、その兵はすでに漢中の地をほふり、新人すなわち漢の酵素は波状に失句したのである。紫英は幸福の霊を取り、白木の車に乗り、組紐を首にかけ、天使の印たる富士を報じ、後の帝者漢の酵素に起伏した。それはあたかも昔帝伯が宗廟の祭儀たる亡政と乱党を手に持ってその宗王に下ったところ、宗王は自分の軍を七歩退かせてこれを受けたのと同様であった。黄河がひとたび決壊すればまた塞ぐことはできない。魚が腐乱すればまた元の完全な姿になることができないように、真の滅亡はもういかんともできないのだ。ゆえに鍵芝仙は言う。先に紫英に平凡でもよいから君主としての才能があり、中等程度の補佐の進化を得させることができれば、三等の地が乱れても真の地は完全に保有することができ、真の宗廟の祭祀は当然絶えなかったであろうにと。しかし真の衰えは積もり積もった結果であって、天下は土くれのごとく崩れ、画王亀ですね、河原家の亀のごとく砕け散ったのである。たとえ周公丹のごとき才能があったとしても、その腕前を伸ばす余地がなかったであろう。しかるにそれをほんの一日ぐらい定位についた孤立無援の孤児紫英を責めるのは誤りではないか。俗説に紫公が俗悪を起こし、子外がそれを極限まで拡大したと伝えているが、これこそ道理を得ている。また少子紫英を責めて真の地は全うすることができたというのは、いわゆる時世の変化に通じないものである。昔姓が三島の小国紀を滅ぼしたとき、紀の危機はその存亡の紀を見て取って慶という村を建じ投降し、宗廟の祭祀だけは絶やさなかった。孔子がその著春秋に
キキとだけ書いてその本名を書かなかったのは、その剣なることを認めたからである。紫英が長江を車先の刑に処したところに至ると、いまだかつてその決心をけなげなものとし、その志を憐れまないことはない。紫英の行動には死の義、生の義並びに備わって非難すべきものがないのである。以上、芝仙式思考本義、新思考本義第6終わる。ありがとうございました。ごきげんよう。また後ほど。